プロバンナヒロコアエハイカブリニナ族は、ハイカブリニナカに分類される小型の巻き貝の一族。深海の熱水噴出口や、冷水湧出体などの周辺に多く見られる。白亜紀のメタン湧水体積物中からも化石が見つかっており、起源の古い族である。体が4ミリメートルから15ミリメートル前後で、角形より体が大きい。 一見川になるいの幼貝のような外見を持つ者が多い。生害の拡張は侵食によって失われており、侵食部は内部から分泌付加された角質で塞がれている。角氷は褐色系の殻側で覆われる。表面は平滑で彫刻のないものから弱い西バラがあるもの。幼貝ではラーバラや縦ラがあるが成長すると平滑になる。 もの、生害でも明瞭な縦薔薇と数本の西薔薇とが、交わって荒い格子状を呈するものなどがある。軸唇は弱く S 字状にねじれ、下端部はわずかに水管口状になる。へそこはない。蓋は焦線型で空口と、ほぼ同型。街当襟の右端に短い街頭触角を持つ。施設は、中葉1個、側葉1対、円葉2対の紐下型。 相互に外見がよく似た種も多く、分子系統解析によって、初めて別種と認識されたものもある。深海の熱水噴出口や、冷水湧出体に形成される、化学合成生物群集などによく見られ、しばしば群生して、個体数が多い。また、ゲイコ骨その他の脊椎動物以外群集やチンボ木群集にも見られ、そのような環境で、バクテリアマットや、デトリタスなどを食べている。 自身の体内では科学合成はしない。ありがとうございます。